はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。では頂上決戦、今回は8問モードやっていきましょう。ZZZ さんね、先制取られたね。ヤシロ6リカ、これはね、ヤシロにしとこうか。ヤシロ、これもむずいな。 ラルフ8問はね、防御を結構固めときたいんですよね。アイドルハイド来ましたね。これはネームレス。あ、テリーやったかな、最後。最後テリーでもよかったな。防御結構固めといたらね、まあ安定してくるんで。リンとハオマルとクロゼロ、テリーですね。クロゼロは強いな。うわ、防御いっぱいおるわ。ミスった。防御いっぱいおるわ、これ、ほら。アテナ置こう。ほんで、ちゃんと、ヤシロ、そうっすね、ヤシロ置いとこか。ネームレスはね、ちょっと難しいな、置きどころが。まあ、最初でもいいかな。これでいくか。アテナはスキルに怒り下げあるからね。絶対置いときたい。ラッキー。リンが厄介ね、やっぱり。リンが一番厄介かな。ハオーマルはまあいいんですけど、リンの方が厄介やな。お？通信エラーかな？これは通信エラーっぽいですね。あ、ちゃうんか？通信エラーではない。ちゃんこはんゲージ溜まったけど、このままいきます。あー、スキル出ないなー。アテナ。アテナスキル出てほしかったね。このネームレスの消耗強いんですよね。固定ダメージが高いんで、爪1個に対して3パーやったかな。それぐらいのダメージ取りますから。爪を重ねていったらね、普通に高ダメージ取っていくんでね。このちゃんこ入られますね。復活するかな。復活ないか。マジか。ここはね、どうしようかな。ヤシロ前にして一列必殺いないやん。ラルフしかいないやん。これはアーデル行きましょうか。ちょっと早い気もするけど、アーデル行こう。前飛べよ、前1/2。前前、うわー、飛ばんの。あ、でもネームレスちゃうわ。リン結構ダメージ取ったね。そしたら、こうかな。こういって回収しといて、ここはリンっすね。攻撃はリンに。うん、怒りダウン。今の前飛んでね、ネームレス倒すよってやったんですけどね。ネームレスしたらリンね。これはでもあれやな、ネームレス必殺打ちたいんですけど、次旋風烈弾出たらこの位置やったら下げられるからな。シェルミ前、かすみか。かすみやったらアテナ厳しいな。さあ、ここはシェルミ使ってきた。クリティカル強っ。マジっすか。重ねてきた。やめろ。うおー、ネームレスはゲージ溜まってる。旋風も出ない。よし、ネームレス打てるよ。おお、ヤシロガードしまくりや。これでヤシロやられるんですけど、復活はないか。これはもうゼロかな。ゼロでいいよね。ゼロいって、リン倒しに行こう。ゼロからのネームレス。リンは絶対倒そう。さあ行け、リンコ。リンコー。よし。これリン倒せるでしょう、さすがにね。さすがに、よし、倒した。ほんで、覇王丸は、あれ、さっき使ってきたかな、必殺。必殺使ってきたかな。使ってないか。じゃあここゲージ溜まってるね。まあでもリン倒しただけだいぶでかいね。もう4体倒したんじゃないの今。3体かな今。3体か。とクロゼロとテリーか。もう1体いるんじゃない。おらんかったかな。さあここはゼロ頑張ってくれ。ファーストリーム。あ、天下風神山からね。ガードないわ。ゼロはガードしないとあかん、ほんまに。これ、パワーストリームガードできないからね。クリティカルは出ない。耐えた。よし、耐えた。ガードしまくってくれ、あとは。ガード、ガード、ガード。ガード。ここはガード。よし、ガード。ガード、ガード。ガード。一発でも多くガード。うわ、ゼロが一ターンでやられるのはちょっと辛いね。旋風はネームレス。これはラルフか。いや、ラルフあかんわ。ラルフやと、テリーの怒り無駄にあげるな。ワンパンできないからね。
アテナとか打てたらいいんですけど、ネームレス前にしてアンヘルこういっとこう。これでいくか。でここはもう使おう。使ってここできればね、あのハオーマルは倒したいんですよ。倒せそうやな、あの HP やったら。こういっとこう。こういけば倒せるよねこれ。よし倒した。これでわあ、またでもアテナもアーデルハイドもあれや、霞に下げられたな今。オルクリこれで最後。パワーストリーム溜まってんかな。これガードしてネームレス。よしガードナイス。やけど回復、やけど回復。よしガードガードガード。あーガードガードなかった。でもラルフ使えるからこれ買ったよね。この位置でいいかな。ラルフはバルカンパンチ。これあれやな、もうネーム、あのアーデルハイドがねほんまにくすぶってるよねこの。よし回収しとこう。他もテリー、テリーゲージ溜まってるんでもうテリーいただきます。パワーストリームさすがにワンパンはないでしょラルフ。やめてよ、これワンパンはないでしょラルフやったら。やめろよ、やめろよ。よし黒ゼロは溜まってないね。あぶねー、危ない。いやーしかしこれも激戦やな。ほんまこの UR モードはねほんまに激戦になるからね。8問モードですけど、なんとか激戦をね制することができました。はい、では頂上決戦ね続きやりましょう。8問モード、さあボタンを押しました。8問、無糖ブラックさんね、先生取った、いいね。8問で先生取るのは非常にいいよ。ヘビーディーとタクマ、さあ今んとこ低レア。これはゲニかな、復活強いからね、ゲニは。リン来た。リンは強い。ゲニとリンをね、もう最初から置いとくのもありかなと。うわー、マキやー。マキマキとアーデルハイドって最悪やな、これ。マジかよ。マキマキだけはやめてほしかったな。マキマキ、まあ、アーデルハイドはいいんですけどね、マキマキがおるから、復活しおるからね、全滅狙えないし。辛いなー。ゲニを置くわけにもいかんな、マキやったら。どうしようかな、最終か。ベニマルバ頭やな、これ。あー、アテナもおるんか。いや、まあ、でもこれでいくか。マキーは、もうアデルハイド置いてんの？頭に置いてる？どういうことやろ。怒り回復速度が上がるからか。クマキャラさんと合わせてますもんね。クマがいるほど怒り回復速度が確か上がるんすけど、クマの核ですからね、このアデルは。めっちゃ強いやん、スキル。そんなにか。もうクリザ行っとこか。ぶち込もう。クリザぶち込みます。行こう。行け。あー出る。沈黙。あ、おっしゃ。沈黙入った。基本レイジから。さあ、この、ブルーバリーもダメージ取っていこう。さあ、巻き巻き使ってくるよね。巻き巻きは沈黙耐性あるからな。このアーデルは、早いこと倒したい。アテナで回復していく作戦ですね。マリタイフンからの、来たー。やめろ、やめろ、沈黙返し。うわー、もう、なんなんそれ。なんなんそのマキの、その荒技。もう、荒技が過ぎるよ、それは。リンに来い、リンに来い。よっしゃゲージ、あー！なんでな、今怒り溜まってへんやん。お、ゲニがおる。ちょっと待って、ゲニがおるぞ。ゲニと、あーでもそうか、ゲニ打っても、最終打てるだけやな。うわー厳しいなー。でも最終出すか。ゲニ打とう。これ、リンがゲージ溜まってないんですよね。最終打とう。巻き巻きを倒したいんですけど、無理かな。基本レイジ1列なんでね、これ。倒した？よし、倒してるね。やけどで倒せるでしょ、あれは。やけどで、バータンキュー。よし。これでアーデルは打てないから、どうかな。でも、またチズル打ってくようなんですよね。いいっすか。アシュラ。チズルここで打ってきて、めっちゃ減るやん。は？ギースそんな強いの？ケーモン。最初4割ぐらい減ったし、今。やめろ。スキル耐性入れ、リン。うわー、もう、復活。あー、リン、なんか踏ん張った。あ、ベニマルおったからや。ベニマルおったから踏ん張ったね。いや、しかし、ちょっと待ってくれ。これはどっちにしてもやばいか。
アテナ使ってからクリザ使って、ここのアーデルハイドを倒しに行きたい。あ、クリザ！うわ、マジか！沈黙や、これ。最悪！ほんまの。ほんまの最悪や。これ、ギースちっちゃくするんですけど。うわー、もう、運ないわー。これ、クリザかリンかどっちか打てたらよかったんすけどね。これ、運ないわ、ほんま。ああ。いやー、あれ？二発目は？二発目、たまらなかったね。今、どういうこと？どういうことかな？ヘビーディー。これで、お、ちょっと待って。クリザの基本レイジ、もう一ターンかな？どうかな？一列。マリーはやられるから、ほっとこう。こういって、基本レイジは、あー、一列ちゃうわ。もう一体いるよね。もう一体。テリーか。あー、無理や。もうラモンもおるわ。最悪や。もう無理。これはさっきの、あれっすね。マキにやられたな、やっぱり。マキのあの、沈黙祭りがちょっとひどかったな。リンが踏ん張ったのはベニマルおったからっすね。そういえば忘れとったな。最初にベニマル、僕入れてたんで。お、クリザ復活した。ゲニも復活したらあるんちゃう、これ。ゲニ。ゲニツ復活しろ。自らの手で。ない。これ、ライトニングディザスターで、アーデルハイドだけでも倒せ。この際倒してくれ。この強敵アーデルを。ないか。ギースだけ倒しましたね。いやー、まあ、マキが厳しいな。まあ、ていうか、マキとアーデルってほぼ2強やもんな。その最強キャラ2強の2人持っていかれたんでね。ちょっとしんどかった。まあ、リンで頑張ったんですけど、リンが必殺使えなかったら一緒っすね。今の勝ってれば、多分ね、順位が50位ぐらいになったんですけど、負けたんで、100、なんぼやろ、ちょっと見てみよう。100？ あ、222位まで落ちたな。で、来週、は丸々あるね。なんで来週5回ぐらい勝てば、上位も狙えるポイントではあるので、まあ、なんとかね頑張っていきたいですね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。